ムラデン・ペトリッチは、ユーゴスラビアブルチコ行政区出身の元サッカー選手。クロアチア人であり、クロアチア代表としてプレーした。ポジションはフォワード。2016年5月28日、自身の SNS で現役引退を表明。ボスニア・ヘルツェゴビナブルチコ近くのドゥブラベ村に生まれ、クロアチアのビンコブツイ、スイスアールガウシューバーデンクのワンホフと引っ越しを繰り返した。 地元の FC インワンホフに入団し、近郊の FC バーデンへと移った。1998年に FC バーデンからプロデビューし、1シーズンプレーした後にグラスホッパーチューリッヒに移籍した。5シーズンをグラスホッパーで過ごし、スイススーパーリーグでは114試合に出場して30得点を挙げた。2004年7月1日に移籍金300万ユーロの4年契約で、 FC バーゼルに移籍した。グラスホッパーにいた2003年、グラスホッパーのリーグ優勝祝賀会の際に、FC バーゼルのスカーフを燃やしたことがあったため、移籍当初は多くの批判を浴びた。2005から06シーズンは、リーグ戦31試合に出場して15得点を上げ、得点ランキングの4位にランクインした。同シーズンには UEFA カップにも出場し、 準々決勝でミドルズブラ FC に敗れる前に12試合に出場して3得点した。2006から07シーズンは19得点を挙げて得点王に輝いた。UEFA カップではホームでの FK ラボトにつき戦線で2得点を挙げた。同大会の AS ナンシー戦では GK フランココスタンソがファールで退場処分を受けたが、 すでに3枚の交代枠を使い切っていたために、ペトリッチがゴールを守ることになった。コスタンソのファールで、エース・ナンシーは、PK の機会を得たが、ミカエル・クレティアンのシュートを、ペトリッチは抜群の反応でセーブし、ホームでの勝ち点1獲得に貢献した。2007年6月11日、同胞のロベルト・コバッチが所属する、ドイツ分でスリーガのボルシアドルトムントに移籍した。 はじめはダイヤモンド型の4から4から2システムのトップ下で起用されたが、その後すぐにフォワードのポジションに移った。ベルダーブレーメン戦で2得点するなど良好なスタートを切り、2007から08シーズンはブンデスリーガの得点ランキング上位に名を連ねた。DFB ポカールでは決勝に進出し、バイエルンミュン編ン戦でロスタイムに同点弾を決めたが、結局は、 優勝を逃した。2008年8月17日、モハメド・ジダンとのトレードでハンブルガー SV に移籍し、4年契約を結んだ。さらにハンブルガー SV からドルトムントに約500万ユーロが支払われたとされているが、金額は明らかにされていない。8月23日のホームでのカールスルーへ SC 戦で73分に、ジョナタン・ピトロイパと代わって出場して、 ブンデスリーガデビューした。9月13日のバイエルレバー空前戦で初得点となる決勝点を決め、9月下旬から10月上旬にかけて行われた DFB ポカールの VFL 防風無線、UEFA カップの FC ウニレアウルジチェニ戦、ブンデスリーガのボルシアメンヒエングラットバッハ戦ではチームの前後得点を生み出した。10月5日のエネルギーコットブス戦では、 ロスタイムに決勝点を決め、ブンデスリーガ主位を維持した。2009から10シーズンの UEFA ヨーロッパリーグ、準決勝フラム FC 戦セカンドレグでは、フリーキックから先制点を挙げ、決勝進出に一歩近づいたが、その後に失点して敗退した。2012年6月28日、フラム FC への移籍が発表された。契約期間は1年。 ノリジシティ FC との開幕戦で、早速2ゴールを挙げるなど活躍し、序盤こそ多くの出場機会を得ていたものの、その後はディミタール・ベルバトフやウーゴロ・ダジェが等の影に隠れて、出番は少なかった。シーズン終了後、契約満了により退団。2013年9月10日、1年契約でウエストハム・ユナイテッド FC に加入した。しかし、加入直後に負傷したこともあり、 出場機会を得られず、2013年12月に契約を解除した。2014年1月9日、妻の母国であるギリシャのパナシナイコス FC に加入した。スイスでプレーしていた2001年、ミルコ・ヨジッチ監督によって、クロアチア代表に招集され、韓国で行われた韓国との親善試合でデビューした。韓国遠征の際の2試合の両方に、 後半途中から起用されたが、2002FIFA ワールドカップ本大会には招集されなかった。2002年8月21日、バラジュリンで行われたウェールズとの親善試合で代表初得点を挙げた。UEFA ユーロ2004予選第一節のエストニア戦には後半から起用されたが、その後の3年半は代表から遠ざかった。2006年初頭、 香港で行われたカールスバークカップの韓国戦で代表に復帰し、バーゼルで行われたアルゼンチン戦にも出場した。2006FIFA ワールドカップ本大会のメンバー候補には残ったが、最終的に出場する23人のメンバーからは漏れた。2006年8月2日、新たに就任したスラベン・ビリッチ監督の初再配試合となるイタリア戦に招集され、 8月16日にリボルノで行われた親善試合に後半途中から出場した。その後はチームの中心選手の一人となり UEFA ユーロ2008予選では全試合に出場した。10月7日に行われたアンドラ戦では60分間の出場ながら4得点を決め、クロアチア代表の選手として初めて公式戦で1試合4得点を決めた選手となった。 この試合に7から0で勝利したが、こちらも代表史上最高の点差での勝利となった。2007年9月12日に行われたアンドラ戦でも2得点を挙げ、同一チームからホームとアウェー合わせて6得点を奪うという陳事を生み出した。11月21日、予選最終節のイングランド戦には途中出場し、25ヤードの距離から同点弾となる。 ミドルシュートを決めて試合を2から2の引き分けに持ち込んだ。ウェンブリースタジアムで行われた公式戦でイングランドが負けたのは史上初の出来事であり、この結果イングランドの予選敗退が決定した。試合後、ペトリッチはイングランドの選手とのユニフォーム交換を拒否し、自分のキャリアで最高の瞬間だ。誰ともユニフォームを交換したくなかったと発言した。 UEFA ユーロ2008本大会にも招集され、グループリーグでは強豪ドイツを破って全勝で決勝トーナメント進出を決めたが、準々決勝ではトルコに PK 戦の末に敗れた。ありがとうございます。